余計にひどくなってね。もしこのまま生徒指導の先生に見つかったら丸刈りに。何かいい方法は。そうだ、待ってくれ、頼みがあるんだ。寝癖が。分かった、私直してみる。ちょっと準備するね。本格的じゃね。大城さん、家が理髪店で、阿波連さんも昔切ってもらってた。なら大丈夫だね。少し切ってアレンジしていいかな。始めるよ。切りすぎじゃね。ちょっとどころのアレンジじゃなくね。まさか大城さん、レイナちゃんが変な髪になれば変な虫も寄ってこない。笑ってる。間違いない。逃げて、阿波連さん。このままじゃ。見事な腕前じゃね。